はい、続きやっていきましょう。はい、じゃあまあとりあえずね、でさっきね、先にセーブしようと思ったらもう部屋から出れない状態で、ちょっとイベント中だから出んじゃねえっていう状態だね。とりあえず、周水気になるね。リオンさん、よく生きてくださいました。クヨさんの話しぶりからおおよその予想はついていましたが、まあ悪いようにはせんとか言ってたからね。実際にあなたが生きて帰るまではさすがに不安でした。まあ、あんなやつだからね。やはりクヨさんは人質を見捨てたようですね。そう、それもちょっとね、どうなったんだろうって気になってたんだよな。これでは8年前と同じ、何の進歩もありません。誰かを犠牲にして誰かを救う、その繰り返しに何の意味がありますか？ここでその連鎖を断ち切るべきだと思いませんか？ならば僕のやるべきことは一つです。あ、そっか。あれか。あのまま、許可は助けたから、人質救出作戦はできるんだね、一応。まあ、場所をちょっと尋問しないといけないけどね、どこに、ね、やったのかっていう。てめえか、さっきは危なかったな。おっさんの命令書通りに動いていたら、てめえと鬼がやり合ってるところに出てな。何かの冗談かと思ったぜ。だからあれね、許可を出し抜くために、チリジリにさせておくと見せかけて、後で合流させるみたいなね。で、多分、異界の中にも、使い魔とかいたんだろうね。使い魔って勝手に言ってるけど、巨界の使い魔。うん。全部あのおっさんの計画通りってやつ、わけか？舐めたまで仕上がる。次はね、覚悟しとけよ、おっさん。それ、利用されるのもね、冗談じゃねえって話か。先輩、巨界が先輩の言っていた指導、先度の、うん、なのだな。あー、そっか。歴は知ってんだもんね。そういう人がいたっていうのをね。本当の名を千歳殿というのか。ずっと俺を言いたいと思っていた。だが、陰陽型の長老とは、私はどうすればよいのだろう。したいことをすればいい。恩は恩だ。恩はお腹、こっちの方が人選んでる感あるよな。だからこっちにしようかな。恩は恩だ。確かにその通りだ。後で俺を言おう。立場はどうあれ、それが礼儀だと思う。まあ普通でしたね。リュウモン、私は全て思い出しました。私が何者であるのか、私の背負った使命、私のなすべきこと。私はこの世界の人間ではありません。ここからずっと遠い、別の世界からやってきました。世界なの？あ、そうなんや。そこはとても技術、あ、そんな、ちょっとここ覚えてる。印象的だったから。そこはとても技術の発達した世界でした。天高く建物がそびえ、街を行く人の誰もが千里の先を見通せました。なんか、あれだよね。天高く建物がそびえ。いや、ちょっと一瞬思ったのは、陶器伝2の、遺跡が、カラクリ遺跡だったっけ？が、結構高い建物だったじゃん。でも別の世界って言ってるからな。空を船が走り、地には星の光が満ちていた。ですが鬼に襲われ滅ぼされてしまいました。現代っぽい感じよね。私はそこで生まれ、最後の希望を託されこの地に送られたのです。今から千年前、この中津国に。この子いくつなんだろうね。人々に鬼と戦う術を伝えるために、そしていざという時は魂を食らうものとなって鬼を撃つために。魂を、鬼が人の魂を食らって力となすように、こちらも魂を食らって鬼と戦う。どんな手を使ってでも鬼を撃つ。それが私の存在理由。まあ、食らうというより見たまのことじゃないのかな、それは。だから私は物の符を作りました。私と共に戦ってくれる仲間を集めるために。龍門、私に力を貸してください。伊豆地カナダを撃つために。なるほどね。お、こいつが。すまんな龍門。お前をむざむざ七に送った。二度はない。俺の部下に手を出せば次は切る。もう、ヤマトもね、ちょっと、限界だ。ここがもう、最後の、言い泣くよ。肝に銘じておこう。リンネが許可、千歳を連れてくるそうだ。それまで本部で待機していろ。私に何の用だ？
夫たちよ、首でも跳ねるか。あなたに聞きたいことがあるわ、伊豆地彼方。この名を聞いたことはあるかしら。伊豆地彼方いいよねこの笑い方。そうか、そういうことか。伊豆地彼方がやってくるか。食器が出現したのはそういう理由であったか。ああ、知っているとも、覚えているとも、その名を。ホローは時間をジャンプしてきたのに対して、千歳はずーっと生きてきたんだもんね。ちょっと違うんだよな。だから、こういう感じなんだね。我らが戦った鬼の名だ。あんたも、千年前の人間だって言うのか。その通りだ。私たちは千年前、モノノフを作った。ホローとムスヒの君に率いられて。じゃあ、ホローの話は、すべて、真実。ならばなぜ、貴殿は今ここにいる。私は落ちたのだ。伊豆地彼方との戦いで、鬼門に、落ちてはならぬ、常闇の門に。そして流された。千年の時を超えて、この時代に。違うわ。だから、ホローは意図的にジャンプしたのに対して、こっちは流されたんだね。ちょっと違うんだね。結果が同じでも。この半人半鬼の姿になり果てて。鬼門に落ちただと。その顔、そりゃ、鬼か。鬼門に落ち、目覚めればそこは異郷。水面に映る己の半身の姿におののき、私は走った。幾とせも懐かしい故郷に帰る方法を求めて。もののけと恐れられ、鬼と石を投げつけられながら、千年の時を遡る方法を私は探し続けた。だから陰陽型に入ったのですか、千歳。そうだ、恩師の記録をたどるためにね。ホロー、私の陰陽型にはこの世界の暗部を記述した膨大な古文書が集められていた。なるほど。その記録の中に不可思議な人物がいることに私は気づいた。歴史の変わり目に現れる水眼の乙女。いくつかの時代にその存在は記録されていた。大きく歴史が動くとき、そのものは現れる。そしてあるとき忽然と姿を消す。鬼と戦い、鬼を退けて。恩師のことだろう、ホロー。皮肉なものです。人々の記憶から消えても、書物の中には私の存在が残されていましたか。そうそうそう、あのそこが勝手に変わるってことはないだろうなみたいな。だから、だからさっき俺が言った、さっき前回の動画かな、俺が言った、戦った後とかで、例えばまあ街が一つ丸々なくなったとしても、それは元通りにはならないと。で、ただ、なんでこんなことになってんだっけってことになるのかな。多分、伊豆地彼方に対する記憶とかも消えちゃうのかもしれないね。多分。だから私は、食器を使って、世界を危機に陥れようと考えた。あれ、なんでだっけ。節目作るために。どういうことですか。わからぬか。恩師を呼ぶために。おお、なるほど。私を、歴史の変わり目に恩師は現れる。かわいそうなやつだ。この世界を危機にさらせば恩師が現れると思った。
これまで幾度もそうだったように。何を？そして恩師は来た。私を迎えに。そうだろ、英雄ホロー千歳。恩師は時を渡る水岸の乙女。恩師なら私を千年前に返せるはずだ。私を返せ、ホロー。元いた世界に。ホロー。申し訳ありません。私にもそれは不可能です。人が時間を遡ることはできません。あ、ホローもジャンプすることしかできないんだ。その前に進むことしかできないってこと？遡る。もういい。いささか疲れた。この狂った世界で生きるのも。もう用は済んだろ。あとは恩師らの好きにすればいい。千歳。ではな。さらばだ。私の最後の友達よ。なんてかわいそうなやつだこいつは。時間の応報者。応報じゃないな。方向だって。で、しかも、この方向者ってのを、送り仮名空で、目的もなくあちこち歩き回るっていうことで、さまよく、さまよくだって。いや、絶対、あれ？ちゃうな。あ、ごめん、うろつくだ。さま、あ、ごめんごめん、これ普通に見間違いだわ。うろつくだって。なるほどね。で、音読みだと、方向者、方向。で、訓読みだと、うろつくと。なるほどね。時間の、方向者かと。私と同じ。まあ、ちょっと違うけどね。私にはヤマトがいた。でもあの子には、そうそうそう、そうなのよ。ギリッギリヤマトがいて、まだ良かったんだよね、初歩は。まあ、初歩もなぁ。この年齢は多分16、17、7歳とかだったよね。ちょっとかわいそうなやつ。感傷に浸っていて良い時か。千年前のことなどどうでも良い。問題は目前の木々の方。おそらく北の鬼の元凶は、元凶！もう前も言ってたね。その伊豆地かなたという鬼だ。ならば、それに備えねばならん。どう対処すればいい？ホロー。伊豆地かなたはまだこの世界に実体化していません。今はまだその力が漏れ出ているだけ。ここがまだ無事であることが何よりの証拠。なるほど。おそらく、霊山君が見た風景が伊豆地かなたが現れる場所です。なるほど。そこを見つけ出し、網を張ります。そして敵が完全に実体化する前に打ち滅ぼします。それが唯一の勝機。ならば探し出すまでだ。聞いていたな、もののくたちよ。で、その霊山君の話は嘘じゃなかったわけか？嘘ってことはないでしょ。うわ、そうなんだ。私もてっきり、あ、これね、なんだっけ。忘れちった。さっき言ってたのにね。で、ザレ事じゃないのよ。空事だとばかり。信頼を失って大変だな、クヨ。いいから探せ。もはや一刻の猶予もないぞ。やれやれ。リンネ、千歳はお前に任せる。何か情報を持っていないか調べてくれ。どうも負に落ちないわ。本当にあの子はホロを呼ぶためだけに食器を使ったのかしら。どういうことだ？あの子の目はまだ死んでいなかった。何か別の思惑があるんじゃないかしら。ま、それを含めて調べましょう。頼む。明日から九段の風景の捜索を、再開する。みんな疲れているだろうが頼んだぞ。ホロの話が真実なら、俺たちは滅びの淵に立っていることになる。ね、みんなこれ選んでると思うんだよね。千歳がちょっと心配だね、と。うん、まあでもな、ちょっと、急ごうだと、まあ、あれかな、多分、初歩あたりが心配って言って、セリフが引き出すぐらい、なんか見えてるね。
ちょっと流れ的にも千歳選ぶか。私に任せておきなさい。安心して拷問に、安心して拷問にかけたりはしないわ。ほんとやめて。必ず生きて、生き抜くぞ。この戦に勝ってな。はーい。お、天吉。久しぶりの再会に天子は喜んでいる。無事でよかった。今日はもう寝よう。明日から捜索が始まる。時の狭間をたゆたって。うわ、もう、ちょ、読めないやつをさ、もう、感じ出すのやめてほしいんだよね。育成層だって。いやー、こういうの本読んでる人はわかるんだろうな。ね、意味が苦労を経た上での長い年月のことだって。いやー、これはでも、しかも文学とかそっちだよね。本とか読んでたとしても。だから、現代の小説とかだとこんな単語多分出てこないから。うん。文学とかの、あれ、人は知ってんだろうね。北の地に王道楽道を築く夢破れ。ただ荒れし日の残照に身を焦がすのみ。これはなんか詩かなんかか、この藤原の秀なんとかの。欧州の異臭。いや違う、上位。あ、違う。なんだっけこれ。異敵。欧州の異敵。で、未開の民とか野蛮人とか。あと、外国人って意味もあるね。まあ、知らん人みたいな。北の王者。この藤原の、これもちょっといい加減覚えとこう。藤原の秀平。知らない。知らん。いや、もうね、平安時代のね、はもうね、もう、いや、もうずっと歴史が好きな人じゃないと、覚えてないよ。やっぱ、ほら、江戸時代とかさ、戦国時代とかはさ、割と戦国、楽しいじゃない。まあまあ、もちろん平安もね、バリバリ戦争とかあったわけだけど。いやー、あんまりね。秀平が、お前の宿した御霊の名だ。あの鬼によって、時の狭間から来たされたのも、絵にし。鬼を撃つ、鬼を。人玉となりて、お前の身を支えよう。そこのわっぱと共にな。どうした？ことの葉を忘れたか？忘れてはおらぬ。むしろ覚えていた。すべて思い出した。あーっと思い出したよ。と、あ、そっか。だからこいつホロと繋がってる、こいつか。なるほど。あ、もう忘れてた、オビトのこと。常闇に光が差し込むように、すべての風景が目に飛び込んできた。私はもののふのオビト、始まりのもののふにして、すべてを結ぶもの。ホロと共に、もののふを作り、伊豆地彼方と戦って命を落とした。ムスヒの君。軽粛なり、ムスヒの君。リューボン、私はやはり死人であった。そして御霊であった、ホローの。あ、ホローの！そうなんだ。ホローの記憶が戻るとともに、封じられていた景色のすべてが戻った。なんで、死んだ時のことはもう繰り返しの意味のない質問よね。一体どうして？魂は所詮不確かな存在なのだ、リボン。周囲との結びによって辛うじてこのように具現化されている。その結びが立たれれば、魂はこの世から滑り落ちてしまう。ホローが記憶を失って私の魂は不完全な状態になっていたのだ。まあまあ、なんとなく理屈は通ってるかな。だから記憶が曖昧にと。だがもうわかる。千年前私は死んだ。伊豆地彼方と戦って死んだのだ。そして、ホローの中で御霊となった。伊豆地彼方に魂を食われる前に、すべての力を使って魂を移したのだ。ホローの中に。もともホロー自身は私の存在に気づいていないようだが。魂を、そう、ちょっとそれ気になるな。そうだ。私は異能の力によって、私とホローは言葉を交わすことができぬ。だからホローは私に気づいていない。異能なんだね、こいつの。なぜならホローの中には魂を捉える器官がある。え？そこに私は自分の魂を無理やり押し込めた。私の異能の力、玉結びの力によって。ケイと同じ力だ、リューボン。死者と語り、あまたの御霊を宿す異能の力、万物と、魂を結ぶ玉結び。それを使う者こそムスヒの君。気をつけるのだ、リューボン。
奴が来る。あの常闇の鬼が。この世の全てを結びを喰らう鬼。伊豆地彼方が。千歳を、私の友達をあんな姿に変えた鬼が。千歳を助けてやってくれ、リューボン。私の大事な友達を。そして、ホローを。ホローにあの力を使わせてはならん。止めるのだ、リューボン。ホローを。魂をホローに奪わせるな。翌朝、ちょっと話を聞いてみたいね。やっとセーブできるわ。これ実はね、ちょっともう疲れて、イベント長いから。やめたいなーと思ったけど、セーブできないから、もう、頑張って続けてた。ただ、ストーリーが佳境だったから、ちょっと忘れてたけどね、疲れてたことは。